世の中には2種類の人間がいる。映画を見ているやつと映画を見てないやつだ。うん、どちらも歓迎するぜ。はい、どうも。広島の映画コレクターであり、映画検定で給食の映画オタク、みじこでございます。よそろー。まあ、そういやね、レオンネ監督のね、ウエスタのね、ブルーレイを買った時に、ついていたポスターがね、あったなと思ってね、まあ、雰囲気が出るんでね、まあ、ウエスタン特集のね、間、つけておきますね。はい、というわけで今月は、マカリのウエスタン映画をね、特集しております。で、第3回はね、今回は、まあね、今夜の用心棒、そしてね、夕日のガンマときたらね、もうこれしかないですよね。はーい。続、夕日のガンマ、地獄の決闘。こちらね、1967年。まあもちろんね、イタリア映画でね。はい。で、セルジオ・レオネ監督、そしてね、クリント・イーストウッド主演。で、音楽、エンニオ・モリコーネをね、ドルバコ三部作の3作目にして、で、最終章にふさわしい一大、スペクタクルのね、叙事詩です。で、あのね、Once Upon a Time in Hollywoodをね、クエンティン・タランティーノがオールタイムベスト1位ね、選んでいる作品でもありますね。で、お話は、アメリカが南北戦争ね、真っただ中の西部で、早打ちの達人のイーストウッドと、あと賞金組のね、イーライ、ウォラック演じるね、トゥークは二人で、コンビを組んで悪さをしてね、稼いでいたんですけども、まあ、ある日ね、ウォラックはね、イーストウッドに、捨てられたんでね、まあ、その腹いせに、イーストウッドをね、捕まえて、で、砂漠で、痛めつけてた。まさにその時にね、まあ、偶然近くをね、南軍の馬車がね、走ってたんですよね。で、中にいた兵士はね、まあ、北軍のね、襲撃を受けて、まあ、全員ね、死んでいたんですけども、まあ、その中にね、一人はね、かろうじて生きていて、なんとね、その人はね、俺はある墓地にね、20万ドルを隠した。死ぬ前にそれを教えてやるって言われて、ウォラックはね、大興奮するんですけども、ウォラックがね、聞き出せたのは、墓地のね、名前だけで、で、20万ドルがね、埋まってる墓の名前は、イーストウッドだけがね、聞き出せたんですよね。まあ、そこからね、意味嫌っていたね、ウォラックとイーストウッドはね、まあ、仲良く、ね、旅をするんですけども、まあ、そこにね、元より20万ドルのね、行方を追っていたね、リーバン・クリフ演じるエンジェルとね、遭遇して、で、3人がね、まあ、時にはね、行動を共にして、で、時には裏切って、で、出し抜き合ってね、で、三つどもえのね、様相となってきますね。さあ、果たしてね、20万ドルを手にするのは誰だ。まあそういうね、内容ですね。で、放題ではね、いかにも夕日のガンマの続編でね、歌っておりますけども、でもね、イーストウッドが7死ってね、言われていること以外は前作と関連性はないですし、あと前作の、ね、7死と同一人物かもね、まあ不明なんですけども、で、今作ではね、トレードマークのね、こちらの格好をね、最初からしていなくてね、まあ最初はね、白い帽子で、あとね、ポンチョじゃなくてね、まあコートを羽織っていて、あとシャツもね、おしゃれなんですよね。なんですけども、ストーリーがね、進むにつれて、どんどん、あのね、この話のね、格好になっていくんでね、まあ、もしかしたらね、前作のプリクレールに、ね、なってるんじゃないかと思わせてくれますね。まあ、この過程がね、しびれますね。あとね、最後ね、この格好になった時はね、来たーって、なりますね。まあ、そもそもね、族って言ってるのはね、まあ、日本だけで、現代のね、英語訳だと、ザ・グッド、ザ・バッド、アンド・ザ・アグリーっていうね、まあ善玉、悪玉、卑劣男っていうね、まあ、3人のキャラクターがタイトルになってるんですよね。善、まあ、玉、いい人はね、イーストウッド。で、悪玉、悪い人はリーバン・クリフ。で、卑劣男、汚ねえやつはね、イーライ・ウォラックがね、演じてますね。まあ、この3人が本作の、ね、主役となるわけですね。まあ、その3人が登場時ね、まあ、画面のこの辺りね、ザクッとかね、名前の字幕が出るっていうのはね、まあ、斬新でかっこいいんですよね。で、前作のね、夕日のガンマをスペイン、アルメリアで、ね、撮影中、くしくもね、同じスペインのね、別の場所ではね、あの大物監督のね、デビッド・リンがね、ドクトル・ジゴはね、撮影していて、で、そこではね、巨大なオープンセットをね、立てて、で、そこに機関車をね、走らせて、で、エキストラをね、もう大勢呼んだりしてね、で、お金をもうじゃんじゃん、もうじゃん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 ね、使いまくってたのをね、レオネ監督がね、横目でね、羨ましそうにね、見ていたんでしょうかね。で、ルイトリーに負けない対策を作ってやろうと、思ってたレオネ監督の、夢は、まあ、すぐにね、続の方でね、実現させた、わけですけども、まあ、その影響もあるのかね、イーストウッドたちがね、北軍に、捕虜としてね、捕まって、行進するところではね、ペーベッ、ペーベッ、ペッ、ペッ、ペッ、サール、
ゴリラチンパンジーのね、クワイガーのね、マーチっぽい曲がね、流れたりして、で、あと、北軍のね、南軍が、橋をめぐってね、攻防してるっていうね、その二つはね、戦場にかける橋でね、あと、砂漠のシーンはもろにね、アラビアのロレンスですね。もう完全に、レビットリーンをね、意識しちゃってるっていうか、もう対抗者をね、燃やしてるってのはね、もう間違いないでしょうね。まあ、そのね、増えた予算分ね、南北戦争を再現したね、かのようなね、火薬の匂いと、攻撃祭の匂いがね、してきそうな、廃墟のね、セットも大変見事ですしね。で、あとね、イタリアの名キャメラマンのね、まあ、フェリーニはね、パゾリーニともね、組んだ、鳥のデリックがね、描く、美しくね、もう絵画のようなね、映像美もね、大変素晴らしいですね。まあ、冒頭のね、ガンマのドアップがね、大変ね、驚かされますしね。で、あとね、クリーフがね、訪れた農家の縦長のね、構図、そしてね、クライマックスのね、墓地に至るまでね、もう圧倒的な映像美ね、大変ね、引き込みますね。で、その映像に、今作ではね、演技を盛り込んだね、かっこいい音楽がね、乗っかかったね、この相乗効果がね、見事ですね。で、今作ではね、っていうね、まあ、コヨーテのね、遠吠えのようなね、音声もね、入っていてね、まあ、テーマ曲をね、より印象付けさせていますよね。で、イーストウッドはね、今回、ブロンディーってね、呼ばれてますけどね、まあ、ブロンドの髪だから、ブロンディーってね、でもね、そこまでブロンドには見えないんですけどね。で、そもそもね、一作目、荒野の用心棒ではね、ジョーと。で、二作目、夕日の岩盤ではね、モンコと。で、今回ね、ブロンディってね、まあ、ちゃんとね、名前あるんですけどね。まあ、名前がない、名無しでね、当店のね、まあ、配給のユナイテッドアーティストがね、まあ、アメリカ公開時に、名無し三部作としてね、売りにしたためですね。だからお金儲けのためにまあ名無しになっちゃったわけですよね。で、あとね、今回はね、別名で、善玉とね、ありますけども、この人結構ね、人殺しますし、あとね、人騙してるんでね、善玉でもないですよね。もうデタラメもいいところですよね。で、そして、悪玉として、前作夕日の岩盤ではベテラン賞金稼ぎ役を演じたリーガン・クリフがね、今作では冷酷な殺し屋をね、演じてますね。まあ、たとえね、相手が殺しのターゲットでもお金さえ払えば、その依頼人も始末するっていうね、まあ、律儀さもね、兼ねてますけども、でもね、女にも容赦なくね、手を挙げるっていうね、まあ、優しさ、みじもないやつですけどね。で、クリフはね、捕虜収容所で、ウォラックをね、容赦なく暴行させてるんですけども、このシーンではね、暴行を受けてる音や悲鳴をね、かき消すために、捕虜で構成した楽団に、美しい音楽をね、演奏させてるんですけども、ここのね、残虐な暴行シーンと美しい音楽のね、対比、音楽的対比コントラップングとかね、大変素晴らしいんですけども、まあこれはね、実際ナチスのね、強制収容所でも、ね、やってたっていうのをね、レオネ監督が聞いて、それをね、映画でもやったっていうね、シーンでね、で、クリーフ演じるね、エンジェルの恐ろしさをね、際立たせるってね、演出でもね、大変ね、素晴らしい効果がね、得られてますね。で、本作で、レオネ作品初主演のね、イーライ・ウォラックはアクターズ・スタジオっていうね、名門俳優養成所出身のね、俳優さんで、まあ、今はね、アル・パチーノとハーベイ・カイテルとエレン・バースニーがね、学長してるってね、まあ、名門のアクターズ・スタジオ出身の俳優さんで、まあそこを出た後はね、舞台俳優を得て、映画にもね、出るようになって、で、荒野の7人、西部開拓士団のね、まあ、西部劇で、晩年はね、ポランスキーのゴーストライターで、オリバーストのね、ウォールストリートなどにも、主役で、多くの、ね、作品に出演されてましたね。で、今作ではね、無口のイーストウッドとはね、対照的におしゃべりでね、まあ映画の大半はね、この人のセリフなんじゃないかっていうぐらいね、まあセリフがあって、まあムードメーカー的な存在ですね。で、世の中には2種類の人間がいるなどのね、まあ名台詞もたくさんね、この方のセリフからね、出ておりますが、まあその中にね、銃を撃つときは黙って撃てっていう、ね、セリフがあるからね、まあそこは面白いですよね。で、あと印象的なのが、武器屋でね、複数の拳銃からいいパーツだけをね、持ってきてくっつけるってね、様子が、まあ、かっこよくもありますよね。で、あとね、その拳銃をね、紐でね、首にぶら下げてるっていうのがね、かわいいところですよね。というわけで、ね、その悪人3人が20万ドルをね、巡って、出し抜き合って、で、そして、クライマックスではね、3人が
3点にね、向かい合って、決闘するっていうね、まあ西部劇、前代未聞のね、空前絶後の決闘をね制して、20万ドルを手にするのは果たして誰かっていうね、続夕日のガンマ地獄の決闘、もしね、興味が湧いてきましたらぜひ見てみてください。ということで、今月はマカロニウエストをね、見ていきますので、よろしくお願いいたします。であとね、バックナンバーとね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、あとね、動画がいいとね、思っていただきましたらね、グッド評価ね、していただけるとね、励みになります。大変励みになっております。では、ち、でらやーも。